はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は11手です。考えてみてくださいと。これは11手でも、ほぼ一本道かなっていう感じなんで、そんなには難しくない。難しい手はそんなにないんで。持ち駒がないんで、もうこの地点、3対2の場所から攻めるしかない。これ、香を取るような手は、同玉でも多分詰まないでしょうし、こう逃げられて明確に、ダメなんで、まあ、ここはもうごく普通に1-3の地点なんですけども、桂と銀、どっちからかと。まあ、桂から言ったら、同桂の次にもう同銀成しかないんですけども、こう引かれて、まあ、この桂取ってくれれば簡単ですけど、角取られちゃうんで。ってことは、まあ、銀から行って、同桂の時に、まあ、同桂で行ったんじゃさっきと同じ話なんで、同角成と。こうすれば、次に、ここで3-3の地点で次桂が引くんで。これももう逃げ場はないんで、同飛車と取る一手で、まあ、これで飛車が取れれば負けてもいいというわけじゃないですけど、こう。で、まあ、これで下から飛車打っちゃうと、この桂取られるの嫌だからと。下から飛車打っちゃうと、こう逃げられて、こっからの脱出が、もうここに飛車があるんで、馬もいけないんで。なんで、まあ、飛車は横から。まあ、そうすれば4人に行かれないんですけど、その代わり、まあ、桂取られちゃいますけど、大丈夫ですね。馬がすり寄れば、この歩のおかげで、これで積み上がりということになります。ということで、詰め手順を確認すると、ちょっと1-3銀成、同じく桂、同じく角成、2-1玉、3-3桂打つ、同じく飛車、同じく桂ならず、3-2玉、2-2飛車、3-2玉、2-3馬までの11手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。